タヌキチチャンネルですということでですね、こんにちは、タヌキチでございます。今日はですね、インスタグラム3万人記念ということで、お肉を炭火で焼いていきたいと思います。はい、でですね、ちょっとね、セッティングとやりますので、ちょっと炭をね、起こしたりとか大変なんですよ。ちょっとやっていきたいと思います。使うのはこちらの随分前に買った七輪、もう年季がね入ってます。かなり年季が入ってます。こちらを使ってちょっとバーベキューやっていきたいと思う。ね、バーベキュー用の準備をしていきたいと思います。今日はなんとですね、半額、スーパー行ったら半額があったので、ちょっと3万人記念ということでですね、じゃじゃーん、なんだ見えるかな、ロースの半額のやつと、はい、こちらです。じゃじゃーん、見えるかな、よいしょ、牛タンの半額を買ってきました、イエーイ。あとね、エリンギとナスも買ってきましたので、こちらをね、まあ、とりあえず切って準備していきたいと思います。はい、価格がちょっと下すぎるかな、ちょっと待ってね、ちょっと、はい、これで、あ、いいですね、いい感じになりました。ちょっとでは、別に切るだけなんで、ね、なんとことはないんですけど、今回は七輪でね、焼く炭火焼きなので、まあ、ちょっと太めがいいのかな、ちょっとね、厚切りでいきたいと思います。厚切りって言ってもそうです。ではちょっとまだ見てくれ、床についてるやつ、台所じゃなくて、なんていうのわかんない、半分ぐらいにね、どうしようかな、3分の1ぐらいでいくのかな、パシュッと、あ、ちょっとすぐすぎた、パシュッと、ちょ、こんぐらいでいこうかなと思います。でっかくね、ちょっと炭火なんでいけるんじゃないかなと思って、ちょっとでかめに切っていきます。でかいやつね、でちっちゃいやつは半分でいこうかな、よし、 OK、 で切ります。あ、ヘタ取ってない、ヘタじゃない、なんていうの、なんかでも取らなくても良さそうなくらい切れる、あ、エリンギね、もしかしたらね、輪切りが良かったかもね、ちょっと失敗した、まあいいや、はい、と、ナス、ナスくんもね、ヘタを取る、これもね、どうしよう、これも真ん中で、半分でいいよ、半分で、で、なんかほら、バッテンバッテンと入れてたじゃん、ちょっとそれやってみたい、わかる、これやどうかな、ほら、これ良くない、良くないとか言ってして綺麗にできた、あ、いいじゃん、よし、じゃあ、ちょっと、これ、な、火の通りが良くない、なんなんですか、ここもなんかね、やってあるのよく見るんですよ、何のためかは、そこは綺麗で、
以上です。肉とエビ、はい、この2つでやっていきたいと思います。で、味付けは基本的には醤油が基本、僕ね、わさび醤油、塩コショウとわさび醤油が好きなんで、それでいきたいなと思う。塩コショウ、コショウは、あ、コショウ少ない、やべえ、コショウ少ない、塩コショウ、はい、塩コショウ少ない、コショウが少ないけど、まあなんとか、醤油、お醤油がね、なかったような気がする。ないな、醤油もないぞ。醤油がない。醤油が出てるだけか、無茶して。やばいな。ギリギリだな、もう一回しょうがない。ここに出てる醤油くんだけ。まあでもまああるからいいか。よし。ということで、食べていきたいと思います。火起こししなきゃね。初期のね、たぬきちチャンネルご覧になってる方は知っているであろう、上のキャンプ場にありましたですね、キャンプ簡易チェアでございます。はい、ずいぶんね、久しぶりの登場なんじゃないかなと思います。熱っ、もうね、鉄がこれが熱々に、熱々になって、めっちゃ熱いよ、ほんとに。すごい熱くなったよ。あ、でもやっぱ早い。よし、ね、このリクライニングチェアじゃなくて、なんだこれをね、ちょっとやっていきたいと思います。久しぶりに使いますよね。上のキャンプ場の時はね、随分お世話になってたんで、最近はやっぱり使う機会がなくて。よしっと、よしっと、はい、できました。いいですね。なんか昔を思い出す。でね、ちょっとね、シリン君ちっちゃいんですけど、火力はね結構バッチリなんで、ちょっとねこれ準備していきたいと思います。炭がね、このこれもまた年季が入った炭ボックスになって、この中にね炭が入ってる。意外とこれね、ゴミ箱なんですけど、もともとゴミ箱だったんですけど、なんか意外と防水しっかりしてましたよね。まあ、ゴミ箱だからさ、なんか使えるんで、炭入れにしてます。結構ね、でかいの買っちゃったんですよ。炭入れね、結構でかいの買っちゃったんで、よいしょ。見てください、でっかいの。この火つくかって話ですよ。というところで、この昔の、よいしょ、あ、買った前の燃え残りくんですね。燃えかすくんを出していきます。お、結構あるな、結構あるな、燃えかすくん。結構湿ってる。あ、ダメだこれ。濡れてるんだけど、ちょっと待って、めっちゃ濡れてる、やべえ、めっちゃ濡れてるんだけど、うわ最悪、ダメじゃん。うわ、この間のゲリラ豪雨でやられたんですね。いやー困ったな。ちょ、これは乾かしときましょう。とりあえず別のね、やばい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 、というわけでですね、昔の燃えかすで火がつきやすいちっちゃい炭は全部濡れておりましたのでですね、新しく、火をつけるしかないみたいです。でもね、ちょっと気を取り直して頑張っていきたいと思うんですけど、ちっちゃいやつがね、多分あったと思うんですよ、多分。
ハム。あるあるある、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、これがちょっとでかい。まあでもでかいな、これちょっとやめよう。ちょっとでかい、もうちょっとちっちゃいやつ。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、こういうやつ、こういうやつね。あー、いいじゃないですか、行きたいと思います。とりあえずこれぐらいで行ってみます。もう一個ぐらい。よし、これをよし入れましてですね。はい。こんなもんでいいんじゃないですかね。で、僕には秘策があって、近くのやつはハンディカメラを持ってきて、それで撮ろうかなと思ってます。ハンディカメラ持ってきました。よし、はい、ということで普通に並べ終わりました。こんな感じですね。うまくつくといいなと思います。ちなみに今日は6尺と白です。ではね、早速火つけていきたいと思うんですけど、そっか、ここからね撮影すればいいわけですよ。さすが、さすがじゃないか。これ火つくやつ、つけるやつです。火力がとまたここでね調節するんで、とりあえずマックスでいきましょうか。ダメです、強い。痛い、晴れてきた、癒しま
て、いいか。いいか、それ。いいか、でかいな。仰ぐと。